こんにちは和光市長の松本武でございます本日の動画は自宅からのリモートワークによる撮影となりますのでご了承くださいまずはじめに厳しい環境のもと地域の医療介護そして保育など社会を維持するための業務でご活躍いただいている皆様に、えー、心から感謝を申し上げる次第でございますまた先日私が個人の SNS で発信しました特別定額給付金につきまして えー、10万円をどうするかというコメントでございますが、私が地域の事情を見聞きしての実感として、まあ、市内の商店の売り上げが落ちているとか、あるいは市内の元気が失われているということを踏まえてのものでございます。まあ、ご存知のように、まあ、日頃から市の広報やホームページだけではなく、私の個人の SNS などでも、まあ、地域の店舗でありますとか、あ商店、商品のご紹介をさせていただいておりますが、コロナショックの今こそ、まあ、さらなる応援ができればと思っております。 市民の皆様におかれましては、感染症対策には十分配慮されながら、この町の商店でありますとか、あるいは商品ご活用いただければ大変嬉しく存じます。それでは改めまして、新型コロナウイルス感染症防止のためのですね市民の皆様へのお願いを申し上げます。 4月7日に緊急事態宣言が発令されまして17日が警戒いたしました市民の皆様には長期間にわたって外出の自粛でありますとかとにかく日々耐え忍ぶ生活かと存じます改めてですね感染拡大防止にご理解ご協力いただいていることに心から感謝を申し上げます本市においてはここ1週間で8例の感染が確認されております ここにきて感染拡大が、えー、拡速しているように私は感じておりますまた市内を見渡してもですね特に課題と感じておりますのが公園とそして大規模店舗における混雑であります今週末に向けて大規模店舗には市の要請として混雑時間の表示でありますとかあるいはあ工夫をして、えー 3密にならないようにするそんなお願いもしているところでございますまた公園におきましては、まあ、接触感染のリスクを低減させる観点から複合型の遊具を中心にですね、遊具の利用について一時的に使用禁止とさせていただくことにいたしましたまたこれは県の施設になりますが和光樹林公園の公園内の駐車場につきましてはこの25日土曜日から閉鎖とさせていただいておりますさらに 市役所においてはですね、27日月曜日から緊急事態宣言の終了までの間、市役所の平日の窓口時間もですね、10時から15時までと変更させていただきます。これは役所におけるクラスター発生による機能の全面的なストップを避けるための措置でございます。なお 個人の証明書発行における市役所からの送料については緊急事態宣言が終了するまでの間は市でご負担いたしますので郵送方式につきましてもご検討いただければと存じますまたコロナショック関連の補正予算等の公表は来週になりますので大変お待たせいたしますがあらかじめご了承いただければと思いますさて緊急事態宣言 5、3回目の週末となるにあたりまして、市民の皆様には度重なるお願いとなりますが、政府から発出されました10のポイントにも配慮しつつ、可能な限り外出を控えていただくことをお願い申し上げます。市民の皆様には大変ご不便おかけいたしますが、ワンフォーオール、オールフォーワンの精神で頑張ってまいりましょう。何卒よろしくお願い申し上げます。